スコットランドプレミアリーグ第21節セルティック、ニカラ・レイ・ハイバーニアン。セルティックに加入したフォワード、前田大治狩が17日、ホームで行われた、スコットランドプレミアリーグ第21節、ハイバーニアン戦、ニカラ・レイで、スタメンとして、新天地デビューを飾り、初得点を記録した。最初の印象が良いのは素晴らしいことです。まだ1試合でしかないが、前田が成果出すようだと、続く選手が増えそうだね。特にスピードのある選手は、重宝されそう。古橋がいつ復帰するかわからないが、前田次第で、古橋の移籍が加速するんじゃないかな。あとは継続されることを楽しみに応援しています。首位レンジャーズと勝ち点6差の2位で2021年を終えたセルティック。2022年初戦となった今伏は5位のハイバーニアンを相手に白星スタートを狙った。この一戦では、混沌の移籍市場で加入した前田と騎手がいきなり、スタメンデビューを飾り、井出口はベンチスタートに。なお、古橋は負傷によってベンチ外となっている。セルティックパーク偉人の前田と騎手のスタメン組に注目が集まった中、前田がド派手なデビューを飾る。開始4分、相手陣内右サイドでのボール奪取から、ボックス右に持ち込んだロギッチからの丁寧な折り返しに、ゴール前で反応した前田が、右足のダイレクトシュートをゴール右隅へ突き刺し、デビューからわずか4分で、いきなりのゴールを奪った。騎手も左ミッドフィルダーで先発し、アグレッシブにプレー。まだ完全にフィットとしきれているわけではないものの、激しさと躍動感をもたらした。74分にはその騎手と交代で、井出口がピッチに登場。3人ともがこの試合でデビューを飾ることになった。試合は、ヨシプ・ユラノビッチによる PK もあり、2から0でリーグ戦2位のセルティックが5位のハイバーニアンに快勝。重要な上位対決でデビューした3選手は、ポジティブな印象を残すこととなった。とりわけ目に見える形で結果を出した前田には、試合後、サポーターから称賛の拍手が送られていた。ポステコグルー監督のもと、さらに選手を一段階引き上げてくれそうだ。古橋や前田、騎手の能力を遺憾なく発揮させる、ポステコは代表監督になってほしい。イギリス、デイリーレコードは、前田大治狩が完璧なスタートを切った年、前所属の横浜 F ・マリノスで、昨季 J リーグ得点王に輝いた前田は、ポステコグルー監督が彼を獲得した理由を時間をかけずに示したと、電光石火のデビュー弾を称賛。さらに、このストライカーと同胞の騎手霊王が勝利に大きく貢献し、井出口も後半に交代で出場したと日本人3選手の同時デビューを伝えた。また、英氏、ザさんも、速報の中で、前田のセルティックでのキャリアは、夢のようなスタートとなった、旗手は、今夜のマムに選ばれた。異論を唱える者はいないだろう。傑出したデビューだと、絶賛している。大治狩、やってくれると思ってました。マリサポとして誇らしい気持ち出ます。騎手も躍動。サッカーファンとして、嬉しいすぎる。井出口も頑張れ。幸せなファンが叫んだ。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。Like して下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。